雨に見舞われました。しかしこのナイトゲームのために駆けつけたサポーターでスタンドはすでに満員です。解説には福西崇史さんにお越しいただきました。ご覧いただくのはウェファーチャンピオンズリーグリーグフェーズの好カード、リバプールがリールを相手にします。レベルの高い欧州大会ですから、この試合も大勢のサッカーファンが楽しみにしていたようですね。両チームの実力からして今日も質の高いプレーで魅了してくれるでしょう。いい試合を期待しています。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドとロバートソンがサイドバックに、そしてトップはモハメド・サラーです。こちらがリールの先発メンバーです。福西さん、5-4-1 のフォーメーションでしょうか。はい、ディフェンスラインを隙間なく固めてきました。ワントップ以外が引いて守ると相手のロングシュートにあっさりとやられてしまうことがあるので、その点に気をつけた方がいいですね。さあ、注目のゲームがスタートしました。リバプールは一体どんな試合を見せてくれるんでしょうか。さあ決められるか。ここはシュートを許しません。キーパーがしっかりとボールをキャッチしました。リール、ここはサイドのスペースを使ってきます。これは見事なタックル。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ボールはエリアへ。これはあるか。フリーキックです。リバプールです。確たる実績を築き、さらなる活躍が期待されるモハメド・サラーです。前節ではハットトリックを達成しましたからね。この人はオフザボールの動きでスペースを作り出すのが本当にうまいんですよ。結果として数多くの決定機が巡ってくるわけです。今日もゴールへの期待が高まりますね。強いシュートがいきません。キーパーが簡単に処理します。ネルソン・セメド、ここでボールを失いました。なんとか追いついてボールをキープします。さあ、チャンスとなるか。このクロスはカットされます。ここでシュート、キーパーがよく反応しました。好セーブです。さて、他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。はい、最初のゴールが PSV に生まれました。現在スコアは1-0。時間は14分を過ぎたところです。わかりました。経過報告ありがとうございます。ヘディングは枠に行きません。モハメド・サラー、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ドリブルでボールを前、中で選手が待っています。ここは安全に行きます。プレッシャーを受けキーパーに戻しました。
ルイス・ディアス、ダルウィン・ヌニエス、ボールを渡してしまいました。しっかり見えています。惜しい場面でしたが、ここでボールを奪われました。ここはボールをクリアしました。ダルウィン飛びついて止めました。キーパーのナイス。これはあるか。おっとクリアしきれていない。ファール、これはリバプールですね。ここはうまくボールを取りました。さあリバプール勝ち越したい。しっかりとブロック。イスマイリ、ボールを裏へ上げてきました。面白いパスですね。ロブで裏を狙います。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。ネルソン・セメド、裏へのロブパス、味方が走っています。キーパーに戻しました。厳しいプレッシャーを受けています。相手にボールが渡りました。さてスタジオから情報が入ってきました。他会場でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールが PSV に生まれています。現在スコアは2対0。時間は36分を過ぎたところです。わかりました、どうもありがとうございます。このプレーはホイッスル、リバプールにファールがありました。リール、ここでボールロスト。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。ポストに嫌われた。一時はどうなるかと思いましたが、なんとかしのぎましたね。あのシュートがもう少し内側に飛んでいればリバプールは1点リードだったんですけどね。まあこうやって攻めていけるなら。主審が試合を止めました。相手のチャンスを妨害したプレーと判断されるかもしれません。イエローカードはリバプール。ちょっと強引でしたね。ペナルティーエリアに入れてきた。キーパーが危なげなくセーブしました。ここまでお互いに攻めあぐねているといった印象でしょうか。シュートに持ち込めるようなシーンがほとんど見られません。うまくかわしました。アディショナルタイムは1分と表示されました。素晴らしいボールです。攻撃はここまで。ここでホイッスル。アンフィールドで後半がキックオフとなりました。アンフィールドでは席を立っていたファンが戻ろうとしています。さてここで情報が入ってきました。ベンフィカの試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がバルセロナに生まれました。現在スコアは2対2。時間は47分。これを決めればリード。きた、試合の均衡を破る先制ゴールです。リプレイですね。クロスをここぞというところに入れてきました。そして最後はこのフィニッシュ。ゴールの目の前でしたが冷静に決めました。このゴールで勝ち越されました。
監督も苦虫を噛みつぶしています。さあ、リバプールボールのキックオフでリスタートです。現在1点ビハインド、まだ追いつける点差です。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。モナコの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがアストンビラに生まれました。現在スコアは1対1、時間は52分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。トレント・アレクサンダー・アーノルド、アドバンテージが取られています。リバプール、モハメド・サラー、あっと中途半端なクリアになってしまいました。キーパーがいいセーブを見せました。レフェリーがプレーを止めます。ああ、イエローカードです。ボールを入れた、決まったと思ったんですが、シュートコースが変わってしまいましたね。追いつけるか、またもブロック。これで何度目でしょうか。決まった、ゴール。あっさりと同点に追いつきました。プレスがよく効いていましたね。ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開も見事でした。できればリードを守りきりたかったでしょう。監督も。苦い表情です。さて、どうやら他会場で PK の判定が下されたようです。はい、バルセロナが PK を獲得しました。レバンドフスキーがキッカーを務めましたが、シュートは失敗に終わっています。大事な場面でプレッシャーに打ち勝てなかったようです。スコアは変わらず2対2のまま、時間は59分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きをお知らせしました。試合終了まであと30分あります。これはいいロブパス、チャンスになるか。裏までしっかり見えています。通します。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。選手がピッチに入ります。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ボローニャの試合でゴールが決まったようです。はい、2点目のゴールがドルトムントに生まれています。スコアを記録したのはブラント。見事なロングシュートがゴールへと吸い込まれました。現在スコアは2対0、時間は64分を過ぎたところです。わかりました。経過報告ありがとうございます。クニスさんもご存知でしょうが、ローマが移籍市場で大本命を獲得しました。抜いた、浮かせた、ゴール。技ありのチップシュート、冷静に決めてきました。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。フィニッシュはチップキックで浮かせてきました。キーパーもこれは対応できないでしょう。厳しい顔をしていますね。同点に追いつかねばなりませんが、何か作戦を。
を変えるのでしょうか。可能性のあるパスだ。これはオフサイドです。受けては一旦オフサイドの位置に戻ろうとしましたが、ちょっと間に合いませんでしたね。パスを出す側がもう少し待つべきでした。試合終了まであと20分です。ここで取り返す。こういうタックルはいけません。おそらくカードを提示されるでしょう。イエローカードはリバプール。ちょっと強引でしたね。前に出しました。裏へのいいパスが出た。さあ裏に抜けた。シュートを打てるか。これはチャンスか。キーパーが簡単に止めます。いやー今のはもったいない。至近距離からの得点のチャンスを無駄にしてしまいましたね。さてここで情報が入ってきました。ベンフィカの試合でスコアが動いたようです。はい、3ゴール目がバルセロナに生まれています。スコアを記録したのはダニ・オルモ。本日2点目です。シュートしたボールが枠に当たって入りました。現在スコアは3対2。時間は77分を過ぎたところです。ファールで止めざるを得ませんでした。イエローカードが出るかもしれません。審判の手にはカード、警告イエローです。今のは仕方ないですね。リードを2点に広げられるでしょうか。ここで決めれば勝利したも同然でしょうね。頭で合わせましたが大きく外れました。ボールを裏へ上げてきました。これはいいロブです。チャンスになりそうだ。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。さてここで情報が入ってきました。クラブブルージュの試合でスコアが動いたようです。はい、3点目のゴールがユベントスに生まれています。現在スコアは3対0。時間は85分を過ぎたところです。ありがとうございます。キーパーと1対1。これはナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。ゴールに向かっています。タッチラインを割りました。スローインです。ボールはリバプールから相手に渡ります。ここは一気に攻め込んでいくのか。アディショナルタイムは4分と表示されています。裏へのいいボールです。さあどうする。ここはシュートを許しません。キーパーがしっかりとボールをキャッチしました。キーパーが蹴ったボールはそのままラインの外へ。スローインで再開です。リール、ここでボールロスト。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。さて福西さん、今日の試合はダルウィンがひときわ大きな存在感を放っていましたね。今日は2ゴールを挙げてチームの勝利に貢献しました。この選手の勝負強さが遺憾なく発揮されていましたね。